カッシンはアメリカ海軍の駆逐艦、マハン級駆逐艦の一隻。艦名はアメリカ海軍の将校であるスティーブン・カッシンにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。カッシンはフィラデルフィア海軍造船所にて1934年10月1日に寄港、1935年10月28日に浸水し、 AG ノーブル指揮下にて1936年8月21日に収益した。カッシンは1937年3月まで改造を行い、その後カリブ海及びブラジルへ航行した。1937年8月18日、蒸気機関の破裂が発生し、機関室にいた4名の民間人が死亡、10名の船員と民間人が負傷した。カッシンは、 戦隊修理のため、フィラデルフィア海軍造船所の監督区に入った。1938年4月、ハワイ諸島とパナマ運河にて実施される艦隊演習のため、真珠湾の艦隊に加わった。1939年には、西海岸にて魚雷と砲撃演習を行い、1940年4月1日にハワイの分隊に配備された。 その後1941年2月から4月にかけて太平洋での紹介のためオーストラリアのサマー及びフィジーの海域を航行し1941年の秋に西海岸に寄港した新珠湾攻撃時の核心ダウンズ及びペンシルベニア1941年12月7日日本海軍による新珠湾攻撃の際ダウンズ及びペンシルベニアと共に カンドックに入居中であった。空爆により、カッシン及びダウンズの領艦は、消火不能な火災が発生し、1941年12月7日に退役した。領艦の船体は、修理不可能なほど損傷していたが、不要の後に、マール東海軍造船所に送られ、再建造された。カッシンは1944年2月5日に戦線に復帰し、 4月から8月にかけて、マジロへの護衛任務に就いた。8月15日から25日にかけては、アギガン島への砲撃を行いテニアン島の統合を支援、その後裁判からの護衛任務に就いた。10月9日、南鳥島の砲撃に参加し、続いて、同部隊は10月16日に、第38.1任務軍に加わるため出港した。は、 レーテ島上陸中に、ルソン島の北東へ航行し、ウルシー干渉で補給任務に従事した。しかし、レーテ沖海戦により、カッシンが所属する部隊は、作戦行動に参加するように呼び戻され、空母の護衛に当たった。カッシンの次の任務は、伊動島への攻撃の準備であった。1944年11月11日から12日の夜、 そして1945年1月24日、カッシンは島へ砲撃を行い、その他サイパン周辺海域にて紹介、護衛、策的任務に従事した。2月23日、サイパンを出港し、伊王島への補給船を護衛し、2月28日に病院船と共にグアムに戻った。カッシンは月中旬に島に戻り、残りの戦争のほとんどを通して敵び、 海上救助任務を続けた。終戦後は、伊王島沖で海上救助を続け、日本軍から解放された捕虜の避難を支援した。カッシンは1945年11月1日にバージニア州ノーフォークに戻り、1945年12月17日に退役、1947年11月25日にスクラップとして売却された。 真珠湾攻撃の際に戦場を飛んでいた機体のエンジンはリバティ大学のキャンパスにあるジェリー・ファルウエル図書館に展示されている。カッシンは第二次世界大戦中の功績により6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。